下にいる。いや、下には降りた。君を待ってた。何が見つかるんだ。壁画に試練が書かれてた。他の道がわかるかも。 OK、 それじゃあ向こうで会いましょう。ジョナ、聞いて。私は正しい道を進めてると思う。雲の試練のね、一番上を目指すわ。
次の試練に来たわ。今度はわしね。風に関係があるみたい。こっちはまだ虹を追跡している。今から下に向かう。地下水脈があるようだ。全ての試練の後に何があるの？隠された都だといいけど、違ったら？答え、きっと答えが待ってる。仕事になりそう。手で引いたはずがない。これがきっと。Thank you.
肩骨。外へ出よう。あ、間一髪ね。中央の柱まで行かなきゃ。レバーが古くて支えられない。よし、固定できた。
下の部屋に行けるはず。フラカン、あなたを祀った神殿でご対面ね。ジョナ、わしの試練を超えたわ。隠された都に近づいてるはずよ。ジョナ、素晴らしい景色よ。隠された都は近いはず。ララ、抜けたぞ。これから洞窟に入る。ジョナ、もう、これは無理ね。もう持てないわ。もっと気をつけないと。ちょっと、ここはまずい。
危なかった。ジョナ、隠された都を見つけたかもしれない。銀の目の蛇を探してみる。いっぱいね、これ以上持てないわ。これ以上は持てないわ。誰かいるの？いっぱいね、これ以上持てないわ。いっぱいね、これ以上持てないわ。
これ以上は持てないわ。誰かいるの？いっぱいね。これ以上持てないわ。あなた。助けるわ。下がれ。お前誰だ？それ、痛そうだわ。ねえ。マンフォーチョン！ありがとう。ウェンゲル！ウェンゲル！何者だ？目的は何だ？私は研究者のララ・クロフト。奴らは戻る。安全な場所へ。捕らえろ。お前はただの子ではない。私の後を継ぐ者だ。いらぬ危険を招いてはならない。女に見つかったのはお前の落ち度だ。無事でよかった。教団のものでないならどうやってここへ？神殿から地図をたどって遺跡を探していたら、そこにあなたたちがいて、こんなことに。教団はなぜ襲ってきたの？あの印はトリニティのもの。私は奴らを止めようとしているの。奴らは何をしようと？あるものを探してる。何かの箱よ。月の女神に関係してる。それをどうする？盗んで売るのか？いいえ、私はただトリニティ教団に渡したくないだけ。奴らは危険なの。危険？奴らは何を？父を殺した。見せたいものがあるの。これが何かわかる？それはパイティティ。ここのことだ。パイティティ、隠された都。でもこの目は何？そこは死と生贄の場所だ。そこに埋蔵品があると。ええ。生きて帰ってきた者はいない。それでも行くわ。教団を止めるためにそこまで？そうよ。
彼を通せ。ジョナ。無事か。知り合いか。私の親友よ。アビーは大丈夫だ。他に尋ね人は誰もいない。我々は同じものを探している。銀の目の蛇まで案内するが、友人はここに残す。話が偽りならさほど進めまい。彼は一緒に。いいんだ、残るよ。エツリ、この者に服を。うちはこちらで見張りを。すぐに戻ってくるわ。わかった。いいとこだな。黙れ。すごいわ。名前を聞いてないわ。これはすまない。反乱を指揮する立場なので用心していてな。私はウヌラトゥ、ここの正当な女王なのだ。エツリ、偵察の報告がまだだ。ええ、母さん、今朝気になることがあって。ああ、墓が村の人と話をしてたんだ。怖い顔してた。でも僕が近づくと急に話すのをやめて笑い出したんだ。まるで冗談でも言い合ってたみたいに。奴は何か企んでる。よくやった。ありがとう、お母さん。聞いての通り、パイキティでは内緒話などできない。計画に背こうとすれば、すぐにあなたが見破るってわけね。私のなくし物を探す手伝いをしてもらう。マワフンプチコナティレウラケムチョボ。心配しなくてもいい。さあ、イムオヘン。コジャリケレヘロ。コジャンピツ。ワカウヤロプソメンヤヒノコイコロウヤビン。さあ、イムオヘン。コジャリケレヘロ。コジャンピヨカノカコイワカウヤロプソメンヤ。リスチェルの箱を探しに行くじゃないか。現代のアンデスでパイティティの外でも使われている伝統的な踏みすき。シンプルな方法こそが最も優れていることもある。難しい。この言葉には見覚えがあるけど、どこか変だわ。いっぱいね、これ以上持てないわ。家の井戸で魚を捕まえたことがあるんだ。父さんが言うには、水でいっぱいのトンネルが家の下に通じてるんだって。おかしいでしょ。ちょっとしたことがその後の人生を大きく変えるってあると思う？私はあると思うわ。いっぱいね、これ以上持てないわ。
が持ってるのを見たんだ、うん、大丈夫？大丈夫なもんか。死人のピスコがサイコロを盗んだのに誰も信じてくれない。本当なのに。死んだ人がサイコロを取ったの？なくしたんじゃなくて？ああ、お姉さんも一緒か。ごめん、私もよく気をつけて見てみる。もし死人のピスコが見えたらサイコロを返してって頼んでみる。本当？信じてくれる？死んだ人に話しかけられたことあるわ。ピスコが盗んだのは間違いないんだ。必ず取り戻してよ。はるばるあの男のところまで行ったのに交換を拒否されたわ。私の持ち物の中に欲しいものがないんですって。綺麗ね。忙しい時に来たね。旗織りに染め物、それに先生ですらみんな準備に忙しい。知らない顔だね。ここで何してるの？その服はどこで手に入れたのさ？これはウヌラトにもらったのよ。ああ、あんた女王の客人だったのかい。悪気はなかったんだよ、許しておくれ。そんな気にしないで。いらっしゃい。また来て。こうして回帰に見るのは不思議な気分。埋蔵品や墓、それに古代の遺跡を求めてきたはずなのに、こんな展開は予想外だ。まさか人がいるなんて、手がかりを追うのに夢中でそんなこと思いつきもしなかった。首を突っ込む気はなかったけど、取り向きがいるなんて。
伝説によると7人の守り手が財宝を守っているそうだ。でも散々探したけど見つからなかった。もう訳のわからない。何が書いてあるかわからないわ。あなたが死人のピスコ？このピスコが見えるとは。意識、お前も死者か？いいえ、あなたが死人のピスコね。神々の使いピスコだ。私はララ。ララ、いい名だララ。生きてるのか？あなたもよね。いや、死んだんだ。子供の頃、生贄に選ばれて山に連れて行かれた。儀式も行われたんだが。でも生き延びた。体はな。でも友達や家族は死んだと思ってる。みんなのお供え物を食べて暮らしてるんだ。あなたにサイコロを盗まれたって子に会ったわ。タキーか。勝負をせがまれてあいつが負けたんだ。あれは盗んだんじゃなくて正々堂々と戦って勝ち取ったものだよ。ああ、もしお望みなら君も勝負してみるか。ゲームって？物はいらない。ただ私と同じように他の連中の話も聞いてやってくれないか。やってみるわ。ハカン！これは何？神の登場を待つ教団の信者たちだ。破滅が近づくとき、ククルカンは太陽への逃げとなる。破滅を止めるため。神様が生贄に？私が生贄となる。だが教団は役目を奪って世界を作り変え、自らの思う楽園を得ようとしている。世界を作り変える。うん。どこかで聞いた言葉だわ。来た！あれはドミンゲスだわ。見よ、我々を結び世に救済をもたらす鍵だ。今平和への我々の願いは身を結ぶ。奴はククルカン。本当の名はアマル。ここで生まれたが外界で騙されて育てられた。信者もいる。それで？奴は亡き夫サイリの兄で、二人はパイティティの未来について対立した。サイリが死に、アマルは教団にのめり込んだ。あの嵐を見て皆恐れていることだろう。ハイティティは不滅だ。トアの繁栄をここに約束しよう。奴のことだ。アマルの思い通りに行けば、我々反乱者たちは楽園のために始末されるだろう。箱がなければそうはならない。ああ、我々が先に見つける。アマルにまだ愛や理性があるうちに。外界のものにしよう。天罰が下るぞ。ハカン、やめろ。あの蛇に手が届くうちに攻撃すべきだ。いずれ正義は下される。我々の計画を台無しにする気か。
エツリ、先に行って探れ。山の突破なで会おう。最後の警告だ。行け。エツリと行け。変装でも見つかるやもしれん。わかった。箱を見つけるわ。平穏を乱すなと警告した。息子と散歩を楽しんでいただけだ。ふん、あまりアマルを刺激するな。今回きりだ。ジョナ、応答できる？ああ、うちとキャンプを張った。順調だ。ドミンゲスがいたわ。彼がククルカン教団のリーダーよ。ウヌラツたちは奴らと戦ってる。なんだって？もう何年もいるみたい。トリニティがパイティティを支配してる。おお。私はヘビの目に行く。次の洪水が起きる前に箱にたどり着かなきゃ。多くの人と同じように妻もひどい病気なんだ。よそ者が持ち込んだ病さ。誰かがどうにかしないと。こんにちは。ねえ、あなたは追放者？そうだよ。こんにちは。ねえ、白いカピバラがどうしたの？見たんだ。それも一匹じゃない。追放された人たち全員と話すよう言われたの。あなたは狩人？今はな。昔は農家をやってたが性に合わなかった。古くからの義務や期待を背負わされ苦しい思いもしたよ。結局逃げ出して一人で生きることにしたが。それで白いカピバラが原因なのね。そう。ある晩群れで畑を襲撃された。何もかも踏み潰されたが黙って見てるしかできなかった。でもそれで思いついた。白いカピバラの群れを捕まえたらどうなる。畑仕事から解放されるんじゃないかと。その時に？そうだ。父に感動され畑は妹に渡ったが構うものか。今は狩人になり白のパイモと呼ばれてる。面白い話をありがとう、パイモ。ありがとう。ウヌラツと反乱者たちこそ真のパイティティの子だ。俺に言わせればな。そう思ってるのは俺だけじゃない。ただみんな思ってても口に出さないだけだ。常在の時は近い。母さんは？見張りと破壊の間に入って話してるわ。パイティティの外ってどんな風なの？そうね、いろんなものがあるわ。世界はとても広いの。パイティティより大きい？パイティティ100個よりも大きいわ。本当？ねえ、僕を連れてって。あなたのお母さんが許してくれるかしら。探しているものはこの中。正しい部屋の見分け方は？死の匂いがする。もし生きてたら昔の用水路を通れば戻ってこれるよ。あっちで会おう。気をつけてね。教団が見回りしてるから。いっぱいね。これ以上持てないわ。
うん、これは無理ね。もう持てないわ。いくら私でも怪奇には驚きだわ。人々がその歴史、彼らが辿ってきた道と今の姿。アマル、ドミニス、ククルカンは怪奇の平和だけの願いのように話す。でもそのためには手段を選ばず、人の死も厭わない。彼を止めないと。あそこね。エツリが言ってたのはきっとここね。大丈夫、着実に。ゆっくりやりましょう。できるわよね。
るしかないわね。これは反乱者。銀の目の蛇、確実に近づいてる。うん、あそこね。どんどん匂いが強くなってる。そっちはどうだ、ララ。ジョナ、また銀の目の蛇があった。目的地は近いはず。タトゥーの話をしてた。タトゥー？ああ、ウヌラトゥノを見たろ。サギと日食があった。銀の箱と関係あるかもしれない。そうかしら。ウヌラトゥはパイティティの正当な女王だが、彼女の一族はククルカン教団によって権力の座を追われた。きっかけはパイティティが滅亡寸前に追いやられるほどの大飢饉だった。彼女にはサイリという夫がいたが、食料を手に入れるため狩りに出て帰らぬ人となった。サイリの兄弟であるアマル、すなわち後のドミンゲス博士は、この出来事に責任を感じ、トリニティから得た食料で人々を救うと、そのまま支配者の座に就いた。アマルがパイティティを救ったのは事実だが、教団は彼の不在をいいことに恐怖による傲慢な統治を行っている。ウヌラトゥとその下に集う反乱者たちはパイティティの町を取り戻し、古くから続く血統をよみがえらせるために戦っている。ウヌラトゥはイシチェルの銀の箱の儀式を執り行い、新たな時代のために太陽をよみがえらせることが一族の務めであり、自分の使命だと考えている。これしかないよね。いいわ。たくさんの油と、これは地熱。殺戮部屋か何か。この溝を血で満たすには多くの生贄が必要だったはずよ。
狙い通りに流れてない。よし、障壁を燃やそう。
銀の箱を探さないと。蛇だわ。トリニティが探してるのはこれね。わかった。できるだけ早く戻るわ。サセミ。宇宙があんなに怒っているのは初めて見た。宇宙が？一体何があったの？噂話は嫌いだけど、ウチとカビルが言い争ってたの。声が小さくてよく聞こえなかったけど、二人が激怒してたの。